よし、やります。よろしくお願いします。ゼノフォービアさん、よろしくお願いします。もえさん、お疲れ様です。よろしくお願いします。待って、これ、うわー、やられた。発送時間違えじゃん、これ。あ、ミスった。これ、違うわ。え、なにこれ、1レース、これ少ない、もしかして。あ、そういうことか。じゃあ10分早かったな、ちょっと。まあいいや。よろしくお願いします。今日の主役は、そうですね、今日は3連単は買ってないか、2車3連複か、3連単買おうとしたけど仕切ったんだよな。これが今日は与えまして、これで勝ったんですよ。3連単にしようかなとか思ったんだけど、まあ、3連単の、故障の1、2着でもいいかなと思ったんだけど、まあ、チキったよね。チキってこれでした。これを4万円買ったんですよ。で、プラス29万です。家にいたんですけどね、ちょっと、昼、出かけてたんで、ちょっと家にいて配信をやんなかったっす。この決勝のおかげで1ヶ月毎日 EK ラーメンを食べれます。まあ、結構ね、やっぱ乗ってる人いますね。G1 の決勝を当てるとさ、やっぱ大事な場面で当てた方がいいよね。普段当たんないけど、そこだけ当てとくみたいな。それ大事だよな。試合で勝つみたいな。練習試合負けてますけど、みたいな。まずじゃあこれ買おう。松戸の実況の人若いな、結構。ミッドナイトなら本当になら買うもんじゃねえしって。メインはやっぱその記念とかの化粧だよな。グレードの化粧だよな。とかでこう当てとく、そのための練習みたいな。まあ、当たったから何とでも言えますけど、まあ結局運だからな。
で、買ったお金でね、ちょっとソファー買ったんですよ。3万4000円の。早速、お金を使うからで。当たった瞬間にもうポチった。ニトリのソファーを買いました。こたつはね、テーブルあるんで1個、もう1個テーブルあると邪魔になるじゃないですか。これ1つ処分しないといけないから、冬はね、暖房で我慢するよ。物に変える方が賢いです。そうですよね。そうそう、俺ね、座椅子持ってんだけどね、座椅子ね、結局座んないんですよね。座椅子って、座り心地が良くないんですよ。今日足がさ、こう90度にならないじゃん。伸ばすことになっちゃうから。競輪のことよりちょっとソファーの話が気になって、ちょっとソファーが気になってしまって。ちょ、皆さんソファー持ってるかな？ソファー初めて買ったんで、ちょっとそれ気になってますね。今日どうでしたか？今日は勝ちましたよ。一箇所は負けたけど、競輪では勝ちました。ヤヒコトータルで50万やられました。ザマーって言ってください。いや、結構やられたね、それ。どんまい。先に向こう待ちの方が早いな。出走が。来週の G3 計画もよろしくお願いします。あ、来週 G3 計画なんだ。いいな、ちょっと行きたいな。来週？ゴールドカップレースってやつかな、もしかして。28、29、30。いいな、共学行きたいな。
先行一社なので、あ、でも5番そうだな、ちょっと予備校パーサーになってまくりました。本当にありがとう。あ、どういたしまして。結構ね、みんな乗ってたらしいです。前どういうこと？番手含め前々ってことは競りも考えてますよってことですよね。あ、13にも安いな。どうしよっかな。2を切って。昨日めっちゃ負けたんだよな。4万ぐらい負けたね。今日は勝ちたいね。How are you? How are you? ってなんかそれ小学生の時に英語で習ったな、それ。調子どうって意味でしょ。英語やめて、俺ね、英語できないんですよ。英語の成績は2だからね。中学校の時。B 動詞がギリギリ分かるぐらい。ああ、びっくりした。やっぱりそうだよね。これ英語で打ったんですよね。なんか勝手に英語化されてるのかと思ったわ。2人が英語っつうから。酔っ払ってます。まあ、日曜だからな。もうお酒どんどん飲んじゃってください。はいよ、トシさん、お疲れ様です。ウテさん、お疲れ様です。
決勝おめでとう。ありがとうございます。一気に取り返した。今月ね、車検の方全然当たってなかったからね。これでまだ負けてんすけど。あ、スパちゃんありがとうございます。アッサヤンさん200円。今日は大勝ちでしたね。 C のギャンブラーパス、ここのあり200円、ありがとうございます。おもちさんお疲れ様です。サイポンさんお疲れ様です。ラクラクさん、ヤヒコで50枚やられました、助けてくれ。さっきも50の日だな。すごいよね、そんな欠けてる資金力が。一応難しい、ジオナが得意なのかな。あの、A 級昔からやってなくて、 S 級しかやってなかったんで、だから動画の買うときも全部 S 級なのはそういうことです。 A 級はミッドしか見てない。M さんお久しぶりです。だってさ、2600人ぐらいいるでしょ、全部チェックできなくない？たまに A 級選手の悪口とかさ、ツイッターで書いてる人いるけどさ、よく見てるなって思うよ、本当に。見てるだけすげえよ。チャレンジとかまあよく見てるよな。あ、朝やん3200円、ありがとうございます。それでは第1レース、対戦メンバーインコースから順を追ってご紹介いたします。1番は兵庫坂田学、2番奈良岡崎和久、3番和歌山南蓮、4番福岡森山正明、5番熊本川添信也、6番岡山大竹英介、7番は広島の森江信幸。以上7名での対戦です。日中時の段階で京都向町競輪場、天候は晴れ、気温は15度、2センターから1センターにかけて 0.4 メートルの風と発表されています。第1レースはチャレンジの一般競争、近畿3社ラインを組んでいきます。ただここに競りかけていくか、4番車の森山正明、あと外枠の3選手は短期戦となっていきそうです。号砲なって第1レースのスタート、まずはスタート最内枠から1番車の坂田学スタートを取りました。2番手が2番の岡崎、3番手には4番の森山です。そして5番の川添がいて、3番の南、あとは7番車の森江に、内が6番車の太田圭介という序盤戦です。先頭は1周回目、バックストレッチから3コーナーに向かいます。
まずは内枠1番車の坂田がスタートを取って、ここで3番の南が上がってまいります。このレースは3番南の先行1車、ここでは負けられません。3番車の南です。追走が1番の坂田なんですが、やはりドンから競り4番の森山です。さらにこの後ろ、選手紹介でも森江が行くような動きあったんですが、森山の後ろには7番の森江がいて、森江と2番の岡崎和久が並走となりました。そしてこれを後ろで見るのが5番の川添に6番の太田、5番6番とこの2人は今のところはすんなりと回っています。さあ3番南、人気の中心に押されました。そしてこの後ろ、坂田と森山が並走、選手紹介でも言っていた7番車の森江と2番車の岡崎が並走となっています。さあこの辺りはどうでしょう。3番の南が後ろを振り返って、ここで5番の川添が上がっていく、太田がこれに乗るような感じ。残りは2周回誘導を下ろしました。5番の川添真也です。さあ3番の南がしきりに後ろを振り返っている。再度短期勢縦に踏む場面はあるんでしょうか。先頭は変わらず3番の南、そして2番手3番手争いも今のところは決着がついておりません。ペース上がらず、金が入って3コーナーから4コーナーに向かいます。さあ後ろの動向を見極めつつ、3番の南徐々にピッチを上げてまいりますか。いや、まだ踏まなくていいでしょう。2番手3番手今のところ決着はついておりません。さあ残り1周に差し掛かるところ、この辺りで5番の川添、おっと川添が短期で仕掛けてまいりました。そして6番の太田も追ってくるが、さあこれを目標にするようにして3番の南か、短期で仕掛けていって5番の川添深夜、そしてこれを追いかける形、これ間に合わないんじゃないの。さあ南が間に合うかどうか。この後ろは1番の坂田、そして2番の岡崎がついている。短期かましを打って5番の川添、4コーナーを回ってくる。さあ逃げ切るか、5番の川添先頭でゴリン。1レース A 級チャレンジの一般競争、緩んだところをドカンと一発、川添真也。この川添の一発が決まりましたでしょうか。それではこのレースリプレイでご覧いただきましょう。3番の南、後ろが並走、その隙をついて一気に縦に打ったのが5番の川添真也でした。あとは最後の 2,3 着も接戦となったか。角度を変えたスローリプレイです。5番の川添が短期一発してやりました。そして体勢 2,3 着なんですけれども、あ3番の南か1番の坂田かというところ、ハンドル投げた方がいいでしょうね。決定をお待ちください。第1レースでした。もうちょいあのハンドル投げ頑張れば3になったんじゃないかなっていう感じに見えますけどね。5番は売れてないですよ。え、これ何倍？めっちゃつくじゃん。やば。次も似てるな。また4が自力あるけど。フルキメさん、お疲れ様です。
まあ、3も動かないだろうな。1、2、5、3。クリリンのことか。それはドラゴンボールだろ。それはドラゴンボールの悟空ですね。フリーザに言ったやつか。大丈夫でしょ。1500円は2000円か。今日うなぎを食べたんですけど、うなぎの専門店3500円ぐらいするんですよね。うなぎ2つ入ってるんですけど、めっちゃ高いなと思ったこれ3500円するんだ。スーパーで食べるのと、まあ、こんなに安いんだよな。おばあちゃんとです。そうっすね。おばあちゃんとか親戚でちょっと。横浜なすみさんよろしくお願いします。お茶さんよろしくお願いします。ブルーノさんお疲れ様です。うなぎってなんかお葬式の終わりとかさ、集まり系に食べ物ですよね。だって行事の食べ物って感じがしましたね。だからちょっと割高だから。レース A 級チャレンジ一般戦の対戦メンバーが成立いたしました。それでは第1レース対戦メンバー紹介していきます。1番福島田村純一、2番群馬内海正男、3番新潟佐野滝雄、4番福井長沢和道、5番静岡村本慎吾、6番愛知高野照明、7番東京音川貴則、以上の7名によって第1レースが争われます。ここは先行1社のレースとなりまし た。しかもできたラインが1つ、それも4社一緒ですね。俺もなぎたい。その4社ラインを引っ張りますのが1番福島の田村純一です。ライン展開ともに有利な状況となりまして、超竹梅ってあるよね。これを生かして人気に応えることができるか1番の田村。そして東日本ラインバンでは2番の内海正男です。マークする内海、短期勢の動きに警戒したいところ。構えての号令がかかりました。第1レース A 級チャレンジの一般戦スタート。前取りは1番の田村純一動きます。そして外から5番の村本慎吾、後ろに2番の内海正男、そして4番の長沢和道と続き、6番の高野照明、7番の音川貴則、最後方3番の佐野滝雄です。
東日本勢が前受けとなります。あ、1番田村純一、5が2番の内海正雄ですが、内海の外に5番の村本慎吾、短期から東日本勢に対抗していきます。そして2番内海の後ろに3番の佐野滝雄が入って、最初これ前7番の音川貴則、東日本勢4社のライン、後の3人はいずれも短期、もう5番の村本が2番の内海にプレッシャーをかけております。現在2番手外並走、そして後方6番手なんですが、4番の長澤和道、続いて最後方に6番の高野輝明です。1番の田村純一、先行1社かつ4社ラインで何としても負けられない一戦ですが、その後ろ番手争いどうなるか、2番の内海正雄、東の番手として仕事を果たしつつ1着を狙いたいんですが、その外に村本慎吾がいます。昨日は番手から接戦の2着に持ち込みまして、最終日白星を挙げるか、この短期勢内海をさばけるかが焦点です。この第1レース、3番手に3番の佐野滝を、昨日は先行まくられた佐野ライン3番手から今日はレースをしたいところなんですが、5番の村本が1番の田村のすぐ外にまで並走しまして、ここで誘導を離れました。後方からは4番の長澤もじわりとポジションを上げて内から上がっていきます。そして6番の高野、非常にゆったりとしたペース、1番の田村純一、このレース先行1社ペースを握れるか、その前に出ようかというところ、5番の村本慎吾ですが、東日本ラインプレッシャーをかけつつ、なかなか動き出そうとはしません。1番の田村、後方の短期勢の動きも見ながら、まだゆったりとしたペースで先行、ただこれ4もね、2の位置狙ってるだろうな。内側に2番の内海、外5番の村本慎吾、その後3番手以降も3番の佐野の内側に4番の長澤、内並走しております。ジャンが鳴りましたが、まだペース緩いまま、ここで止まらず仕掛けていったのが6番の高野です。後方から6番の高野が上がっていく、連れて1番の田村、さあここでピッチが上がっていく最終周回、1番の田村純一、ペースがけなるでしょうか。しかし番手5番の村本が取り切って、その後4番の長澤、短期2人が2番手3番手、2番の内海はさばかれて現在4番手です。バックストレッチを通過して、1番の田村純一先行逃げ切ることができるか。やばい4垂れてる4垂れてる4垂れてる、5番の村本が2番手で、3番手4番の長澤、あと2番の内海で直線は1番の田村、田村が逃げ切って合輪、そして5番の村本、4番の長澤、短期勢が続きました。なった気がするんですよね、結構つくんですよ。1レースチャレンジ一般競争ご覧いただきました。田村選手がどうやら押し切った様子ですかね。後ろがかなりおちゃついていって一本棒になったの。でもね、プラス9000円とかになってたんですよね、来た時は。154だと37.8 倍が200円、だからプラス6000円ぐらいか、7400円でしょ。まあまあまあいいでしょう。うなぎ特上で5500円でした。いやー、やっぱ高級食材だな、さすが。5500円の美味しさではないけどさ、高級だから払うかなって感じだよね。焼肉食べた方がうまいんだよな。先よし。あ、スパチャーありがとうございます。ゆさん、320円、あざっす、乗ったんですね。G1 ライブやってない。親戚がいたからさ、そっち行っちゃった。
おばあちゃんがさ80近くて1年1年がね会えるか分かんないからさ、たまたまその時期と被ったって感じ。いや、彦の優勝戦どうでしたか？これ29万勝ち。ドヤです、ドヤ。ドヤっとやってた。プラス6060円です。だからうなぎ食べに行ったのか。そうです。卵焼きが800円だった。うなぎ入りの卵焼き800円。6が突っ張って1がまくってくる。ゆうさん300円ありがとうございます。マルケさんよろしくお願いします。アンテマグリってわけじゃねえよ。気がした。調子悪いけど1は4点。保険かけと、保険かけといて、こっちメインにして、戦い方うまくしよう。それでは2レースの対戦メンバー、インコースから順を追ってご紹介いたします。1番は熊本の池田悟空です。2番佐賀富永雅久、3番富山永原徹、4番大阪羽賀信康、5番長崎の江口光成、6番大阪辻本達也、7番大阪の伊藤文明、ない以上7名での対戦です。予想は当たるとか関係ないですね。あれいいねがもらえるだけじゃない。それか当たんないと多分入れ替わる可能性もあるよな。退社ってクビになる可能性確か知らないけど、2レースは A 級チャレンジの一般競争が行われます。1番の池田悟空に2番の富永、そして5番の江口と九州が3社で結束、はい、その他中部入れ替わりは見たことないけど対象多分あると思う。4社短期となっていきそうです。号砲鳴って2レースのスタート。
まずはスタート前取りに動いて1番の池田悟空、2番手続いて2番車の富永です。稲川くんさんよろしくお願いします。そして3番の長原通がいて、5番の江口光生に4番の羽賀信康、そして後方の2人ですが6番の辻本達也6番手最後方距離があって7番の伊藤文明という序盤戦です。先頭は1周回目バックストレッチから3コーナーに向かいます。九州勢が前からとなりました。人気の中心は1番車の池田悟空です。このレース人気の中心はもちろん1番車の池田悟空、最終日きっちりと白星で締めくくりたいところ。125だと 2.6 倍。2番の富永、この位置が終始無風となってくるんでしょうか。ライン3番手を固めていって、ちょっと4がね自力あるんでちょっとそれだけ怖いです。そして選手会ではこの後ろ4番の計りも主張するような動きがあったんですが、車番有利に3番車の長原が4番手に入りました。そしてこれで後方なんですが4番の羽賀、6番の辻本、7番の伊藤と、まあ、大阪の3者にはなるんですけれども、選手会はそれぞれ短期6番手から6番の辻本が上がりを見せます。さあ辻本が上がっていって、ここはどうでしょう、番手まで行くのか、あるいは誘導を切ってくるんでしょうか。辻本達也が上がってまいりまして、さあ今のところは2番手付近まで上がってまいりました。残りは2周回、誘導を下ろしてここで6番の辻本が車を下げます。1番の池田先頭変わらず、6番の辻本は6番手、7番の伊藤が迎え入れるような形になりました。体型は縦1列に戻って鐘が入ります。さあこのあたりはきっちりと池田が後ろの動きを確認しつつ、さあペースに入れてくるか。さあここで3が来た、嘘でしょ、長原が動いてまいりました。さあそっちが来る。1番の池田、あとは4番車の羽賀も3番手から2番手まで上昇、残りは1周回です。2番手のうち2番の富永、あとは縦に踏んでいって4番車の羽賀、羽賀がまくり上げていって3番手、2番手付近まで上がってまいりましたが、さあこの辺りで苦しくなった。あとは6番の辻本も抵抗していっている。さあ飛ばす1番の池田、追走が2番車の富永、あとは3番手に収まって3番の長原で4コーナーを回ってくる。先頭1番の池田、番手から2番の富永捉えたか。2-1-3か。2レース A 級チャレンジの一般競争、最終的には池田の番手から2番の富永また抜け出しているんでしょうか。それではこのレースリプレイでご覧いただきます。池田がかけて、あとは2番手が2番の富永で最後の直線コースを迎えます。中を狙って3番の長原も最後は追い込んできましたが、ゴール前はどうでしょうか。角度を変えたスローリプレイご覧いただきましょう。2番の富永が捕まえて、あとは体勢2着1番の池田3着。これ30倍ぐらいです。高いです結構。ああこれも先行一社か。なんかちょっとやっぱりねえ、選手あんまいないよね、自力型がいないんですよね、頼っちゃってるよ。シャバンが、あでも7のスタート早いから多分1と3よりも7の方が早いと、スパルで
これ1と3が結構3強くないですか。どうしようかな。これ多分7の位置は狙われる気がする。だって3と7が競ったら外釣りでも3勝ちそうじゃね。それか1、このパー昨日1万円買ったので今日もやろうかな。パパさん負けても勝ってもやろう男ですね。さすがです。ロシアさんってなんか前足りてなくて今2でやってますけどって言ってたけど大丈夫なんですか。5213、お疲れ様です。ニトじゃないです。たまに働いてますよ。たまにたまになんだろう。たまにってことあったのか。いいことはあった。ヤヒコの決勝が当たったから。やっぱ的中するとね気分いいね。昨日と全然違う。たまに働いてきていけるならすごいことやね。そうなんですよ。たまに働いて生きていけるんだったら多分あと実家暮らしかな。それだったら演技ビビったけど、まあセーフだろうなと思った。4番埼玉茂木和臣、5番福島佐川拓也。いくようになった。29万勝ちだから。6番愛知長谷川雄一、33万。7番東京川上慎吾。以上7名によって第2レース A 級チャレンジの選抜戦が争われます。積極的に仕掛けて北勢を導きたいのは1番愛知の長谷川雄一です。121期新鋭レーサー。そして7番の川上慎吾です。長谷川との自力争いを制することができるんでしょうか。こちら川上から関東ライン3人、そして短期での競争となるのは地元千葉の内田篤です。得点上位、今日は短期からのレース一度に注目です。第2レースチャレンジ選抜戦スタート。
前取りは2人が行って2番の佐藤住吉、外5番の佐川拓也、東北両者が前に行きまして、その後ろ3番の今村俊夫、そして7番の川上慎吾続いております。あとは1番の内田敦史、短期での競争、こちらが5番手から前に上昇し、後ろは6番の長谷川雄一、そして4番の茂木和臣です。先頭誘導員の後ろは東北勢が取りまして、その前に車を開けていこうという6番の長谷川雄一、3人の混成ライン。前哨戒では6番5番2番の並びでした。そしてその東北勢の後ろですが、1番の内田敦史が4番手に入ろうとしております。そして7番の川上慎吾、4番の茂木和臣、3番の今村俊夫と関東勢が後ろ攻めか。1番の内田は現在4番手、7番川上の外並走から少し下げていきます。6番の長谷川です。初日まくりきれず、2日目は早々に交代して、まあ、今日こそ自力見せ一着を取りたいところ。引けるのはね、マークする5番の佐川拓也、長谷川の積極性に託して最後縦足を見せるか。ライン3番手は2番の佐藤住吉です。昨日は短期からまくって勝利を収めました。自力ある分3番手からでも逆転の可能性は十分にあります。7番の川上慎吾がその後ろ4番手です。関東勢準決勝はライン包まれ不完全燃焼に終わりましたが、今日は主導権争いを制したいところ。その川上関東勢がまずは混成ラインを抑えに行きます。1番の内田はこれに切り替えて4番手上昇を狙っていく。関東勢3人が前にできって、そして4番手に位置取りを変えました。1番の内田敦、混成ラインは下げて5番手から残り2周赤番を通過して、7番の川上慎吾先行、そして4番の茂木がマークして、3番の今村俊夫が3番手、短期1番の内田敦、地元戦最終日勝利を飾れるか。現在4番手です。打賞を迎えて6番の長谷川、現在5番手からまくれるかどうか。2センターを回ってスピードを上げていく。7番の川上慎吾先行体制、茶感が空いてるけど、そして4番の茂木が番手戦、3番の今村が3番手、まあ、くっついていけばって感じだけどな。少し切れて1番の内田敦がここで短期まくり発進、その後ろですが6番の長谷川も連れて上がってくる。スピードがいいのは6番の長谷川です。外外を追い上げてくる。2センターを回る。7番の川上先行に6番の長谷川のまくりが届くかどうか。4コーナーカーブから直線、6番の長谷川雄一まくり切って1着、強いな。2番手の接戦です。強いですね。2レース A 級チャレンジ選抜戦ご覧。1がやっぱちょっと落車明けかな、怪我明けでもう伸びてない、674ですね。124倍。逃げないですね。6あ、これあれだ、地区違うわ。6福島で5番が、あ違う、6が愛知で5が福島だから別地区ですね。これ突っ張る必要ないな、だって次の回戦敵だもん。しかも変に突っ張って垂れるよりね、そうするとクビになるからね、この点数は。だからそれまくるわ。逃げるわけないんや、だって後ろ別地区やでって。そうなんです。どこまで見てなかった。200円当たったわ、すごっ。これ満車っすよ。アシンメトリーさんお疲れ様です。次は A 級ですね。早いね、3レース目から A 級がやるという。あ、そっか、8レースしかないんだ。1レース少ないんですよ。あ、昨日落車あったですね。
なんかさ、大勝ちしてると勝っても負けても楽しめるってやっぱ心に言って大事、超大事、超大事だと思います本当に。さん、サルンプク1枚だけ当たりおめでとうございます。サルンプク5700円。ゆるせパーナジェスさん、いや、ヒカの決勝あざました。あ、乗ったんすか、よかったですね。ライブやってなかったけど、まあ、どっからや。どっかで見てたのかな、予想。する前に口の利き方せめて考えようね。お前って、いや、お前って言ってないでしょ。え、人をディスってなくないってか今。それ俺じゃ、どうしたんすか。それ俺じゃないこと。え、ごめんごめん、ちょっと多分ね、ブロックしてる人ですかね。俺じゃなくて、そのコメント欄で言ってんのそれ。ごめんなさい、それ多分ブロックしてる俺。ごめんなさい。わかんない。そう。多分コメント欄でブロックしてる人の反応をコメントしてるんですね。よかったです。はい。ブロックしててよかったです。あの、YouTube では映ってるけど、俺、アプリで見てるんで、そういう人いっぱいいますよ。マジで。よかった。ブロックしといて正解です。さすがですね。皆さんには見えますよ。ブロックしては正解でしょ？必勝だから。対戦の7選手発送台に勢ぞろいいたしました。それでは第3レース、対戦メンバーインコースから順を追ってご紹介いたします。1番は見に来てくれるの川内。あー、確かに。2番徳島近藤直元。確かにな。3番福岡田中隆。それは言えてる。パンチ嫌だけど見に来てるのはいいから、だからブロックしてるだけ。5番岡崎勝正、6番香川大林良介、7番は高知の竹村達也。以上7名での対戦です。皆さんには見ててもいいです。俺の目に入んなきゃいい。え、みんなに見えてるからいいでしょ。じゃあ3、よろしくお願いします。3レース A 級チャレンジの選抜競争が行われます。中四国の5社に対して山中と田中が短期という布陣になりました。この分厚い中四国勢に対して山中田中がどう立ち回ってくるんでしょうか。構えての号令、号砲なって第3レースのスタート。さあ、スタートの早い7番車の竹村達也がここはスタートを取って、これで中四国勢が前からとなっていきそうです。
2番手1番の山中、3番手には2番の近藤です。さらには3番の田中がいて、上がりを見せて5番の岡崎に、4番の赤松、6番の大林です。昨日同様に7番車の竹村がスタートを決めてまいりました。これで5番の岡崎ライン、分厚い中四国勢が前からとなりまして、ご覧のように短期勢、山中、田中が車を下げていきます。正攻法が5番の岡崎、昨日からの補充参戦です。逃げて強い岡崎が今日は援軍5社厚みを得ています。もちろん人気の中心は5番車の岡崎、そして7番車の竹村達也、まずはスタートを取って中四国勢前からというところに成功いたしました。さらには2番の近藤直元にしぶとい4番の赤松、6番の大林は伸びが光る選手ですが、今日は5番手回り、あとは後方1番車の山中と3番の田中、この短期勢どうでしょう、どちらかが一本棒を崩してくるんでしょうか。青番周回の2センターから4コーナーカーブ、今のところ山中、田中に動きはありません。さあ最後方からここで3番車の田中が動いてまいりまして、1番の山中も上がりを見せる。残りは2周回です。ここで誘導はおりました。1番の山中が車を下げて、3番の田中もどうでしょう、バックを踏むか。さあここは5番の岡崎が突っ張っていって、後方1番の山中がいて、3番の田中が最後尾まで車を下げました。金が入って2センターから4コーナー突っ張って、5番の岡崎がこの辺りはきっちりとペースに入れています。そして2番手が竹村、3番手には2番の近藤、そして4番車の赤松に6番車の大林、中四国勢が5車このままかけてまいります。6番手1番の山中、最後方は3番の田中、変わりはありません。さあ最終バックを通過いたしまして、最後方から田中が踏むんですけども、ここは車が出ていきません。先頭5番の岡崎で4コーナーを回ってきました。岡崎先頭、番手からは7番の田中、竹村先頭で五輪2番。3レース A 級チャレンジの選抜競争、岡崎勝正の行為から7番車の竹村がきっちりと抜け出しましたでしょうか。あとは2番の7人まで行くと高いです。46倍まで行きますか。リプレイでご覧いただきましょう。スタートを取って7番車の竹村、したがって5番の岡崎が前から、その岡崎がきっちりと突っ張ってまいりました。あとはゴール前勝負なんですが、岡崎の行為から7番車の竹村抜け出して体勢 2,3 着どうか。角度を変えたスローリプレイです。あ、2まで行ってるっぽい。あ、2行ってるわ。まずは7番の竹村が抜けました。そして体勢2着、これ結構つくっすね。2番の近藤が突っ込んでおりますか。46倍。5番の岡崎かと思われます。高い。決定放送お待ちください。第3レースでした。第3レースチャレンジレースの選抜競争をご覧いただき、誰も来てなかったっすよね、1と3。それであんな全開だったって。てか、短期の2人がちょっとね、何にもなかったよな、もう。なんかもう早く帰りたそうだったもん。2連単の方が高い、2車服の方が高い。え、本当だ、2車単の方が3連単より高い。珍しいわ、これは。これは珍しいよ。さすがミッドナイト、謎の現象が起こる。投票時間短いからな。投票時間短いし、売り上げもそんなめちゃくちゃあるわけじゃないから、謎の現象が起こるよな、これ。売り上げあるけど、見てないんでしょうね、みんな細かく。1212、これはあれか。
来週天皇賞あればな。例えば一箇所買ってる時にポスターに天皇賞って書いてあった。イクイノックスって書いてあるな。あれ去年の馬かな。ポスターにはイクイノックスって書いてあったっすね。かっけえんだよな。これも似たような、すごい似たような番組が続いてる。初めて天皇賞は13頭しか出ませんが、すごいメンバーですよ。出ます。じゃあ2連覇ね。クイノックスの2連覇がかかってるんですよ。これ1スタート遅えな。だって2、3、あ、でも2がいいのか。レース終わったら帰れます？ 3 日間走ったら帰れます。だからこれ走って、帰っていいんですよ。バブジー。ただ、寝るでしょうね、今日は。ミッドだから。ミッドナイトはどうなんだろう。昼間は終わったら帰るよね。周りもできるけど大半は帰る。え、マジで言ってんの？ミッドナイトで？え、この時間ってから？それ家に帰りてえわな、みんな。だって家が一番いいよね。早く帰りたいんでしょ。一番人気は61。2番八島、3番太刀にそれぞれラインができています。第3レース特一般の1つ目、対戦するメンバーの紹介です。1番愛知、内藤久文。2番北海道、八島利政。3番茨城、太刀正成。4番大阪、木本健二。5番神奈川、畠山博之。6番三重、東哲也。7番茨城、根本裕樹。以上のメンバーで第3レース特一般の1つ目が争われます。中部近畿勢の起動型は1番内藤久文です。三者ラインの前を預かります。今日は後ろに別地区の畠山をつけての戦いです。自力をしっかりと発揮したいのは2番八島利政。構えての号令がかかります。号砲鳴って第3レースがスタートしました。資金配分ですかって。まずは2番の八島。
4番の木本、3着は1番の内藤、外から6番の東と続きます。5番の方が集まりしてて、3が保険みたいな。後方は3番の太刀、7番の根本、最後尾から5番の畠山です。初回の3コーナーをカーブ、2番の八島と嶋佐が誘導の後ろを取りました。外から5番の畠山博之が上昇してきます。この2社のラインが前から、中段3番手1番の内藤久文、番手は6番の東哲也、そして3番手追走は4番の木本健二の中部近畿トリオ、そして後方は3番の太刀正成に番手7番の根本勇樹の同県茨城コンビです。隊列が落ち着いて2周目の3コーナーカーブ、2番の八島と嶋佐の正攻法です。初日でも内藤と熾烈な主導権争いを演じました。今日も先行勝負に挑んでくるか。番手は5番の畠山博之、中段は1番の内藤久文です。今日は三者ライン一番長いライン形成となっています。そして後方から3番の太刀の上昇です。茨城コンビが2番の八島を目指して上がっていきます。2番の八島誘導と若干車間を取って2番の八島突っ張りました。これ位置やすいですね。3番の太刀は中段にはまって、そして後方に下がった1番の内藤、ここで前に上がってきます。2番の八島、粘るとかないよな。1番の内藤、ね、残り2周となったところ、まずは1番の内藤が抑えます。2番手6番東、しかし粘るとかできる。2番の八島もうちで粘って、粘るとかできるんだ。じゃあいいじゃん。となりそうです。ジャンパナル3コーナー、1番内藤の後ろ、内2番の八島、そして外6番の東、この前が短くなったところを3番の太刀が叩いて、レースは最終周回。3番の太刀が先頭に変わって、2番手7番の根本、3番手1番の内藤と続きます。そうですが、あとは4番手2番の八島、足あれば先頭3番の太刀警戒に逃げて、番手7番の根本追い上げてくる。1番内藤3番手からまくりです。2センターカーブ、3番の太刀、2番手7番の根本、茨城コンビ直線コースは3番の太刀か、先頭ゴールイン、外から迫った5番の畠山。3レース A 級特一般競争をご覧いただきました。3番太刀選手が番号7、おお、270倍。まあでも2はもうあれ粘るしかないっすよね。粘んなかったらだって6来ちゃうからな。もうなんかこれ200倍ぐらいです。250倍ぐらいじゃない。飯田さんが欠場してる。なんでだ。ってことは6の、あ、1に6だから関係ないですね。1に 5？ あ、なるほどね。6のところに5がくっついてるね。で、4、3で、7が短期とか。どっちみち1、2、5、7になるだろうね。で、1、2、5が3倍に来と。1、2、4、3。はい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 。で、1、2、5でいいんじゃない？
で7もどっちみち短期で入るから、でなおさらこうラインみたいになるんですよ。佐々木とエリさんは多分佐々木の方が強いだろうな。佐々木もこれなんだっけ、昨日7着あれ、わかんねえ。ピって2人いなかったっけな。強い佐々木は決勝の方ですね。場に差しそうですけど、5番が多分よも8倍でしょ。たもっと下がるんだよねこれ。34にオッズがいってれば。これが上がってるように見えるんですよね。このこことここはもうちょっと下がるはずなんだよな。8倍でしょ、5倍ぐらいまで下がるんじゃないかなとか思ってるんですけど、ハートウンコマンかターンウンコマンか見極めるだけだってね。なんでそれ、なんでそれ、下品の極みみたいなコメントをしてるじゃないかなと。でもあれモーニングやってたな今日、協定すごかったよ。モーニングのライブ1000人が見せたからな、ライブ配信者もう大人気ですよね協定。川村明典選手が務めます。対戦の6選手発送台に選手がいたしました。それでは第4レース、対戦メンバーインコースから順をご紹介いたします。1番は福岡中村翔平です。2番広島塩川慎一郎、3番は岐阜柴田優也、4番大分阿部龍文、5番和歌山川西亮介、6番熊本服部克久、以上6名での対戦です。自分の決勝予想お見事でした。ありがとうございます。第4レースからひとまず A 級の 1,2 半戦が行われます。この辺りから人気サイドでの流れとなってくるんでしょうか。中村と柴田がラインの軸、さあ各選手がゆっくりと前傾姿勢に入ります。
号砲鳴って第4レースのスタート。まずスタートですが、ここは3番の柴田優也がスタートを取りました。3番車の柴田がスタートを決めて、2番手が6番車の服部です。そしてこの後ろ距離があって、1番の中村に4番の阿部、さらには5番車の川西がいて、最後方が2番車塩川慎一郎という序盤戦です。先頭は1周回目バックから3コーナーに向かいます。3番の柴田がまずスタートを取って前受けを選択いたしました。今日のみの補充参戦、一気にかましない、かまさないと刺される、あ、粘られるんで、柴田の後位につけて中部近畿で並んでいます。そして3番手からの組み立て、1番車の中村です。この中村、後ろにつける4番車の阿部、両者の折り返しが上位人気に指示されました。ワンツーフィニッシュなるかどうか。3番手を固めていって6番車の服部、あとは広島の塩川が九州ラインの3番手を選択しています。したがって西日本勢が4車での結束となりました。2対4とラインが2つに分かれた2分線、青番周回3コーナーから4コーナーに向かいます。前で待つ3番の柴田、追走が5番の川西、あとは3番手から人気の中心1番車の中村翔平、中村が3番手、その切り方は絶対セルは残りは2周回です。ウーメランとかしてくれないとセラセルってこと。前方に構えた3番の柴田は車を下げました。下げた。これで前後夫人が入れ替わりますか。柴田が5番手で車を下げ切っています。3番手から抑えたのが1番車の中村。さあ中村がこのままかける流れとなってくるんでしょうか。金が入って3コーナーから4コーナーに向かうところ、粘るの、結局粘るの。柴田内が空いたのを見て、さあ6番の服部の位置に絡みに行きましたか。さあ3番手が並走状態、4番の阿部の位置は無風となっています。結局その粘るってこと。残りは1周回、3番の柴田が内に行きましたので1番の中村ちょっとペースを落としましたが、2番手には4番の阿部がいて、柴田がこの位置をさばくことができるかどうか。3番手4番手が現在は並走状態、グッドペース上げていって1番車の中村、追走が4番車の阿部龍文です。さあそして3番手取り切ったのが3番の柴田、ただ前とは少し車間が空いているか、それでも縦に踏んでくるか。4コーナーを回ってきました。先頭は1番車の中村、番手から4番の阿部が並んで捉えたか。これで4-1か。第4レース A 級の特一般競争です。中村翔平の行為無風で回って、阿部龍文が最終的には前捕まえておりますでしょうか。それではこのレースリプレイでご覧いただきましょう。3番の柴田は潜り込んでいって3番手服部をどかす形になりました。中村翔平、そしてゴール前4番の阿部が詰め寄って逆転か。角度を変えたスローリプレイです。4-1-3。17倍？めっちゃ安い。安っ。中村がそんなに売れてないんだね、これ。4-1の売れてんじゃん。先行一社みたいに見えたんだけど。30万おめです、ありがとうございます。グレード最初いくら勝ちましたか。結構そういうコメント多いな今日。買いとこうかな。だいたい30万ぐらい勝ち。ライブしてよかったな。ライブすればねみんな見てくれるんだけどな、動画で。
運が補充、補充出走の時って本当並びがねたまに違うんだよね。初めて乗ったけど、あかんや、やっぱ初めて乗ったの。一回だけ乗ったの。イメージないです。コメント見てたらちょっと予想できなかったな。いろんなコメント書いてるな皆さんと思って。おもろいっすよコメント見てんの。全部見てるからね。読まないけど。チェックしてるよ全部。僕白ピクミン。あ出たこの人。アイコンが赤の人ね。トータルではトントンじゃねえ。トータル負けてるけど、別に、続いてるじゃん、今月まだ。過程じゃないですか。いいんですよ、別に。だから4万使ったんだよ。ここで消してドンつって。で、当たったじゃないですか。まだ勝負の途中なんで、わかんないです。やっぱ下がったわ。下がりすぎかな。どうしようかね。3番兵庫篠塚浩一、4番滋賀競り広き、5番神奈川安坂陽一、6番埼玉飯田武文は欠場です。7番静岡運の厚尾。以上のメンバーで第4レース特一般の2つ目が争われます。ロビン K さん、サンプルじゃん。ありがとうございます。お久しぶりです。最近はコメントをしてませんが、1番佐々木隆史、そして2番の樋口健斗です。ありがとうございます。選手紹介では、その2社の後ろを追走するような格好をしていました。5番、安坂陽一。コメントしないけど見てる勢が多いってことですよ。構えての号令がかかります。5
号砲鳴って第4レースがスタートしました。まずは内のコースから1番の佐々木、2番の樋口が前に上がります。4番の競りが3番手、4番手3番の篠塚、外から上昇5番の安坂、最後尾7番の雲野です。初回の3コーナーを迎えます。1番佐々木隆の正攻法です。初日は先行力を駆使した力強い走りを見せています。ここも勝ってうまくシリーズをまとめたいところです。マークするのは2番の樋口健人、3番手に5番の安坂陽一がつけています。そして後方中段から4番の競弘樹、3番の篠塚光一の近畿コンビ、最後尾7番の雲野敦夫です。お弁慶さんありがとうございます。隊列が固まって2周目の向こう正面です。1番佐々木隆が前受け、マークするのは東京2番樋口健人です。3番手5番の安坂陽一、そして4番手から4番の競弘樹が続き、その番手に3番の篠塚光一がつけます。近畿コンビが中段、そして短期7番雲野敦夫、今節3日連続での単独での戦いとなります。1番の佐々木隆が先頭、そして後方から4番の競りが上昇です。一旦上昇仕掛けましたが再び後方に下がります。7番の雲野は4番手に上がりました。1番の佐々木が先頭です。ややスローな流れ、ここで7番の雲野2番手あたりに上がっていきます。レースは残り2周を切っています。1番佐々木の後ろ、2番の樋口が7番の雲野に包まれる展開です。やだなこれ。3番手5番の安坂、そして後方4番の競り近畿コンビ、ジャンガナル3コーナー、7番の雲野は4番手に下げました。あの4番手に結局ハマると1番の佐々木が先頭です。2番手2番の樋口、5番の安坂3番手、そして7番の雲野、外から4番の競りで最終周回、1番佐々木がペースを上げていくか、しかし4番の競りが外からまくってくる。あーやばい。2番の樋口の牽制を4番の競りがかわして先頭に変わるか、しかし1番の佐々木も粘ります。先頭1番の佐々木わずかにリード、2番手4番の競り無理か、これ5が来ねえわ。1番の佐々木外から迫る、2番の樋口、1番の佐々木押し切り勝ち。いやちょっとオッズの割に7があるかな。4レース A 級特一般競争ご覧いただきました。佐々木選手先行策からの強いレース見せていきました。これは競り選手が、ね、途中7位バッテに来てましたね、はい、そして競り選手すごくいい勢いでまくってきましたけれども、はい、ゴール前樋口選手がなんとかこらえて、これはオッズが安すぎたな、あの割にはって感じだな。タゴちゃんさんこんにちは。西さん猪木。3はどこだ、短期の3は64はラインです。712これさ25くっついてるけどさ、これちょっと紛らわしいんだよね。これどっちなんこれマジで。くっついてます？
紛らわしい、本当に。だってこれ自力ないからさ、後ろにくっついてもおかしくないんですよね。あ、前々だ。前々だから、だから1の前ってことね。1の後ろか。そういうことか。じゃああれくっついてるわ。あ、多分スタート次第ってことでしょ。スタートで1が取ればくっつきますよってことですね。いいんだよな。なのは手数落ちてるのはね、落車とかじゃないかな。突っ張れば、おう、この前川崎にアバスいたなぁ、てんてんてん。え？いつ？嘘？いた？分かった？俺のこと。それとも勘で言ってる？何色の服着てました？俺。まあいいや、そこまで別に気にしてないけど。してなかった？マスクしてで、あ、それみんなしてるけどな。やっぱ分かるか、俺の見た瞬間、あ、いるってなる。まさとしさん、お疲れ様です。1日しかいなかったっすよ。3番佐賀の高橋のりふみ、4番兵庫中村道隆、5番長崎南部亮太、6番は三重花村直人、以上6名での対戦です。最寄りどこ？川崎でしょ。川崎駅から徒歩15分。バスで5分。見かけたら声かけてもいいんですか？あ、全然 OK。5レースは A 級の特一般競争です。ここは2分線、3対3、ライン綺麗に2つに分かれていきそうな一戦です。発送いたします。ゆっくりと前傾姿勢に入りました。号砲鳴って第5レースのスタート。
まずスタート内から1番車の一ノ瀬高政がスタートを取りに行きました。スタートを決めたのが1番車の一ノ瀬、そして2番手今のところは2番の丸林、この後ろには6番車の花村です。そして3番の高橋に上昇は4番の中村道隆、5番の南部という序盤戦です。先頭は1周回目バックストレッチから3コーナーに向かいます。まず1番車の一ノ瀬がスタートを取って、ここで後ろから4番の中村道隆が車を上げてまいります。4番の中村今日のみの補充参戦です。追走1番車の一ノ瀬とこの折り返しが人気の中心に押されました。ここはきっちりとワンツーフィニッシュなるかどうか。ライン3番手を固めていくのが6番車の花村、4番1番6番です。これで4番手となったのが5番の南部、自ら前回競輪場の行い巻き投げしてやがったな。え、200ここはどちらで挑んでくるんでしょうか。50だな。3番の高橋、南部がかける展開となれば番手絶好はこの選手。3番手を固めていく2番車の丸林、今シリーズは復帰戦です。青番周回3コーナーから4コーナーに向かいます。200円じゃん。チーム近畿勢が前受け、4番車の中村道隆、4番手から5番の南部亮太がゆっくりと動き出してまいりました。さあ南部の上昇、中村がどうするか。残りは2周回前で4番の中村がここは突っ張りました。5番の南部が無理せず車を下げて4番手です。前から一度突っ張って4番車の中村道隆、このままかけてまいりますでしょうか。追走が1番車の一ノ瀬、3番手には6番の花村。さあ中部近畿勢が主導権を握って金が入って3コーナーから4コーナーです。4番手差を詰めて、さあこの辺り5番の南部、南部がホーム、ここで一気にかましてまいりました。前では4番の中村ペース上げるんですが、5番の南部がここは先頭に変わるか。ただ内からもう一度4番の中村も盛り返していく。ちょっと1番の一ノ瀬が絡まれておりますでしょうか。さあここは南部と中村、この両者の激しい力比べ、もがき合いとなって、あとは後ろから6番車の花村、花村がまくってきて3番手2番手まで上がってまいりました。先頭4番の中村で4コーナーから直線コース、外を通って6番の花村、花村ですが内4番の中村踏ん張ったか。5レース A 級の特一般競争、最後はどうでしょうか。内で4番の中村道隆が逃げ粘っておりますでしょうか。外からは6番の花村です。それではこのレースリプレイでご覧いただきましょう。ホームで一気に仕掛けた5番の南部だったんですが、最終的には内から盛り返して4番の中村が合わせ切りましたでしょうか。あとは自力に切り替えてまくった6番の花村の角度を変えたスローリプレイです。150倍、4番の中村がどうやら押し切って体勢2着で6番車の花村、3着通過1番の一ノ瀬でしょうか。審判からの正式な決定放送入りますので、どうぞ今しばらくお待ちください。以上第5レースでした。それで150倍しかつかない。一般戦をご覧いただきました。最後花村選手も自力に切り替えてきましたね。そうですね、うん、ちょっとね、あの外に持ち出してまくり上げっていうことになりました、うん、ただね、中村選手がなんか逃げ切ったように見えましたけどもね、うん、はい、そうですね。なんかライン決着なんですが、ちょっと高めのところで決まったかなというゴール体勢になっています。この後の放送もしばらくお待ちください。バンコ内は続く6レースのメンバーの選手紹介が行われています。第6レース A 級の特選競争、こちらは4番、6番、5番です。中部近畿勢になります。布井選手に佐野選手、さらに鳥越選手です。またその他九州は2番、3番、中四国1番、7番となっていました。決定、1着4番、2着6番、3着1番。京都向こう町競輪第5レースの払い戻し金をお知らせいたします。2着服4番、6番、4230円、2車単4番、6番、1万200円。三連単と三連服の差がすごいな。280円と1万5000円って
これはちょっと500円足した、うち9940円。あ、本当だ。あざっす。6がスタート早いっすね。4と6が。で、松本か。布井昨日引いたからな。松戸次さ、これ1、2が売れてんすよね。あ、1、2じゃない、これ4、6が売れてんすよ。これなんでかなと思って。なんで ?1、やっぱ調子悪い。成績悪いけどさ、点数上位なんだよね。で、7逃げれば1なもんだけど、4はスタート早いから。ああ、そういうことか。4、3で。最初初手でってことか。これ分かんないんだよね。なんで ちょっといろんな買い方ができるレースって感じです。初手大事ですね。あれはこれはちょっとマジで1、2で来ればめちゃくちゃつく。心集まりした。布井が突っ張れば奥が来るかな。5番のが来そうな気がする。違う？これは違うか。玉狙いしようかな。それでは第5レース、対戦するメンバーの紹介です。1番愛知松山圭介、2番神奈川柴田浩一郎、3番群馬須藤直道、4番青森大崎和也、5番神奈川高橋雄介、6番岩手小泉俊也、7番愛知牛田樹希と。以上のメンバーで第5レース A 級特選の1つ目が争われます。6番の小泉俊也です。最終日主導権をつかめるか。そしてこちらは愛知コンビの起動型、7番牛田樹希と。
その番手を追走するのは1番松山圭介。構えての号令がかかります。号砲鳴って第5レースがスタートしました。いや、まずは4番の大崎、1番の松山、ね、ね、3番手2番の柴田と続きます。4番手6番の小泉、そうだよ、あとは後方から7番の牛田、3番の須藤、最後尾は5番の高橋です。序盤戦3コーナーカーブ、1番の松山圭介が前を取って、7番の牛田樹人が前に上がります。7番1番愛知コンビがどうやら前からとなりそうです。2分線でしょこれ。3番手からほぼ2分線だから、高橋雄介、2番の柴田浩一郎、まあ、2は自力ないんで、2番5番の神奈川コンビ、まあ、突っ張ってもおかしくないですよね。後方5番手から6番の小泉俊也にマークする4番の大崎和也の東北コンビ、最後尾短期で回ります3番の須藤直道です。いえばちょっと4周目の2センターカーブ、7番の牛田樹人の正攻法です。昨日は単独での戦いは厳しい展開でした。7番の牛田、1番の松山圭介が番手につきます。車間はちょっと開けてるが、そして後方から6番の小泉が中段まで上がってきました。3がもう切り替えてるから、ね、3番手から2番の柴田浩一郎、ここは目標不在の戦いとなっています。6番の小泉が中段から上昇です。7番の牛田はこれに突っ張って6番の小泉2番手で止まります。1番の松山、そして3番手に下がった6番の小泉です。再び後方に下げていくか。7番の牛田が先頭、2番手1番の松山、愛知コンビが前、そして3番手2番の柴田浩一郎、そして巻き返し6番の小泉が上がってくる。ジャンを迎えて3コーナー、7番の牛田突っ張って2番手1番の松山、そして6番の小泉と並んで並走状態。7番の牛田が先頭でレースは最終周回、7番の牛田の逃げ、番手1番の松山キープして6番の小泉は後退していく。3番手2番の柴田、そしてまくり走った須藤直道、短期でまくって3番手まで上がってくる。3コーナーカーブ、7番の牛田先頭、2番手1番の松山、外3番の須藤、4コーナーから直線、7番の牛田、外から3番の須藤、7番牛田押し切ってゴールインか。いや、位置弱すぎるこれは。5レースの A 級特選競争をご覧いただきました。これはあ、なんかコールが聞こえるぞ。いやー、これ1ちょっとね、どうしちゃったんだろうなっていうぐらい調子が良くないのかな。いやー、ちょっと悔しいな、これ。1、2、全然違うな。なんだろうな、なんか、やっぱ動き良くないよね。成績良くないってことは、まあ、良くないんだろうね、多分。しかもつきそうだな、7-3にて。いやー、ちょっと1-2でちょっとドキドキしたな今。1-2-5-7で、5万ぐらいだったんだけどな。
競輪って残り1周からのドキドキがやばいな。宴会がいいときはね。めっちゃ心臓ドキドキしたな、今。9000円。継承さん7000円、ありがとうございます。やば、この人5000枚来たんだよな。ヤヒコ決勝3連単3159の4点勝負で70枚取りました。よかったら決勝で使ってください。ありがとうございます。決勝で使わせていただきます。70枚、よっしゃ、ありがとうございます。前回もね5000いただいちゃったんでね、助かります本当に。もう3159で取れたん4点、7000円ぐらいついてたんですか。7500円だっけ。70枚で40万超えてるな。45万ぐらい、やば、うますぎでしょ。よかったっすね、セーフで。新規ドキドキしたんですよね、それ。逃げたところでなんだよな。継承さん7000円、ありがとうございます。043こんにちは。人気ドキドキだったらよらって。そうですよね、40万かゼロかですからね。セーフか失格でもう運命変わるよそれは。クリストファーさんお疲れ様です。しのちくさんお疲れ様です。アンキのダブルチーズバーガー来るわ。今から。紹介いたします。一番は徳島の吉川義人。2番熊本松本秀之進、3番は佐賀の佐々木翔一、4番和歌山布井大地、5番愛知の鳥越康弘、6番地元京都佐野博次、7番岡山小林健、以上7名での対戦です。6レースは A 級の特選競争です。1番の吉川、2番の松本、4番の布井、この3選手を軸とした3分戦です。猫好きさんお疲れ様です。サーカー最高でした。松本と布井でしたね。取りましたか。ここは昨日に続いての再戦。特選メンバーは1番の吉川義人、4万使って33万の払い戻しです。発送いたします。
構えての号令。号砲鳴って第6レースのスタート。まずはスタートですが、4番の布井、内から松本が行きますが、ここは4番車の布井大地がスタートを決めました。2番手上がって6番車の佐野博次、これで中部近畿が前から、3番手には2番車の松本がいます。ただ1番の吉川も車を上げて、さあ吉川も中段を主張してまいりますでしょうか。3番手が並走となりました。1は中段ですよね。3番の佐々木翔一がこの位置、あとは吉川が車を下げないのを見て7番車の小林も上げてまいりました。さあここは内側2番の松本、スタート遅れた1番の吉川なんですが、吉川が結局この辺りは6番手車を下げました。下げた中部近畿が前、前は4番の布井大地です。布井が先頭です。初日に続いての前受け策は4番車の布井大地。松本、吉川を向こうに回してどう立ち回ってくるか、追っていくのが地元の佐野。3番手は5番の鳥越、初日の伸びが光りました。そして中段からが2番車の松本、スピード上位の存在です。マークが3番の佐々木翔一で九州連携、後方が実力者1番の吉川に7番の小林健人、中四国勢は後ろ攻めとなっています。青番周回の2センターから4コーナー、前は4番の布井大地、中部近畿勢待ち構えます。中段後ろを振り返って2番車の松本、松本がこの辺りは吉川の動向を警戒しているか。残り800を切りましたが、今のところ各選手に動きがありません。誘導を使って4番車の布井、そして4番手車間を切って2番の松本、吉川もちょっとこの辺りは見られていけませんでしょうか。金が入って3コーナーから4コーナーに向かうところ、まだ誘導は残っています。ここで誘導を下ろして4番車の布井が腰を上げてペースを上げてまいりました。4番手確保、2番車の松本、松本がそのまま一気にまくってまいりますでしょうか。縦長な展開で残り400を通過いたしました。さあ4番手2コーナー、ここで2番車の松本まくるんですが、5番に止められてるブロック、ただその山を乗り越えて2番車の松本が先頭に変わる。追走は3番の佐々木翔一に、あとは1番の吉川、吉川がさらに伸びることができるかどうか。4コーナーを回ってくる、先頭は2番の松本、松本先頭、最後佐々木が並んだか。強っ。6レース A 級の特選競争、強いな、なんか上手いよな、レースが上手いよな。なんか兄貴とちょっと、兄貴も強いけど、てか一回これ5番がさ、ブロックして2止めたと思ったよね、一瞬ね。でもう一回こう踏み直して、まあ一番人気だね多分これ。2332は一番人気と2番人気のとこだったら安いですねこれ。9倍か11倍かって、いやどっちかな、俺刺さってるように見えたけど、あ刺さってないな、231だ。今日 G1 で勝ったお金でソファを買った。勝ったお金はすぐに使えた方がいいと思うんだよね。
あなたにおすすめでこのチャンネルが出てきたから見に来たけど、競輪の予想屋さんのチャンネルですか？予想屋、競輪オタクみたいな、競輪が好きな普通の人がやってるって感じです。でも最近ちょっと予想屋っぽくなってもいる。もともとは競輪好きです、ただの。周りからはなんか予想屋って言われることが多いかな。調子いいよね。突っ張るって感じじゃないけどな。あるかな。突っ張っても勝てそうだけど。引いても勝てそう。私は勝ってるんです。いや、負けてます。心負け。ギャンブルで買ったら何買います？見学にもよるけど、30万買って3万ぐらい使ったんだよ。買い物した方がいいと思うんだよね。すぐ金に、あ、すぐに物に変えた方がいい。美味しいものを食べてしまいます。ギャンブルで買ってもギャンブルしてしまいます。まあ、それは大体そうですね。大体ループするわ、それ。1番大阪伊藤正樹、2番千葉小野裕二、3番東京川口光弘、4番福井北川文部、5番埼玉斉藤和信、6番福島大高翔馬、7番千葉岩佐大輔。以上のメンバーで第6レース特選の2つ目が争われます。7番岩佐大輔は千葉コンビの前を任されています。3日目うまくまとめたいところ。埼玉東京勢の援護を受けて自力を発揮したいのは6番大高翔馬。
号砲を鳴って第6レースがスタートしました。まずは1番の伊藤が誘導を目指して上がっていきます。2番手2番の小野、3番手4番の北川、3番の川口と続いて6番の大高、5番手5番の斉藤、最後尾7番の岩佐です。初回の3コーナーを回ります。1番の伊藤正樹が前を取って4番の北川文部が追走します。1番4番近畿コンビが前から、2番の小野が現在3番手、外から7番の岩佐大輔、岩佐を迎え入れます。7番2番の地元千葉コンビが中断、そして後方が6番の大高翔馬に埼玉東京勢の2社がつける東日本勢です。3番の川口光弘、5番の斉藤和信と続きます。隊列が固まって2周目の3コーナーカーブ、1番の伊藤の正攻法です。準決勝は短期での戦い、苦しい展開でした。今日はラインができていて最終日勝利を飾りたいところ、番手は4番の北川です。そして後方から6番の大高、東日本勢が上昇、しかしこれを牽制するように7番の湯浅も一緒に上がっていきます。1番の伊藤、2番手4番の北川、そして外6番の大高、7番の湯浅、6番の大高がまずは抑えます。7番の湯浅は後方に下がって、1番の伊藤は中段に下がります。6番の大高が残り2周で先頭、6番手は何もできないですよこれ。2番手3番の川口、5番の斉藤と東日本勢が前、中段が近畿勢、最悪最悪これ最悪、ここで巻き返しを狙います。6番の大高、1番の伊藤が叩いて先頭、ジャンガナル3コーナー、1番の伊藤が先頭、2番手4番の北川、そして内に潜り込んだ7番の湯浅、2番手3番手に下がりました。レースは最終周回、近畿コンビが前を取り切って、中段取った千葉コンビ、そして後方東日本勢です。1番の伊藤が軽快に飛ばします。2番手4番の北川しっかりついて、少し車間が空いた3番手7番の湯浅、さらには2番の小野と続いて4コーナーカーブ直線コースに入ります。近畿勢1番の伊藤、番手から4番の北川、 さらに外から3番の川口、3が突っ込んできた。341か。6レース A 級特選競争をご覧いただきました。1番伊藤正樹選手がジャンカーの先行さ、いやかましたな。1が中段取ってもかましてくるやついるんだよな。一周ですよね、あれいうの。一周がましみたいな。150倍ぐらいつきます。山さん、よろしくお願いします。内打ち20枚ゲット、おめでとうございます。すごいね。
長いな。ちょっと決勝まで長いな。決勝じゃねえわ。あれ、晴れ星長くね、これ。1-2ですね。もう圧倒的に1が強いな。この信頼 JK をなしやす。決勝でしょ。ここまではだってさ、もうあれじゃあのんびりやろうぜって感じですよ。お祭りの前みたいな。東口のレースも取ったでしょ。いや、買ってないっす。競輪1回しか買ってない。お母さんのそんな感じマジで好きです。何がどういう感じ、どういう感じ。引いてこれでいくか。引いたら3離れそうじゃない。18全乗りなんでしたんだろうって。18って何。18万。342。これはちょっともう漢字読めな、難しい漢字読めないです。それよしあき、5番岡山高田大輔、6番佐賀一ノ瀬匠、7番は地元京都吉村隆隆。以上7名での対戦です。敵を狙ってじっくりと機会を伺うこと。あ、それは言えてるわ。隙を探してる、このギャンブルの中でずっと。のんびりやってるけど隙は探してる。7レース A 級の特選競争です。このレースが終わりますと8レース9レースと、お疲れ様です。お疲れ様です。行われます。いわゆるメイン前の一戦、藤田一ノ瀬発送いたします。身分戦一層になんねえかな。号砲鳴って7レースのスタート。まずスタートですが、ここは近畿の3選手が飛び出してまいりました。7番車の吉村に3番の奥谷、1番の藤田、これで近畿が前受け、切れ目の4番手には5番の高田が収まっています。後方の3選手ですが、
4番の高橋、2番の西田、6番の一ノ瀬、九州勢が後ろからです。各ラインの位置取りはすんなりと決まりました。先頭1周回目、3コーナーから4コーナーです。1番の藤田、まずは前からの組み立て。初日は自らスタートを取ってジャンガマシ押し切りました。ここも得意のかましがうなりを上げるんでしょうか。追っていくのが3番の奥谷です。同県の後輩に前を任せて兵庫ラインのワンツーなるかどうか。そしてこの後ろ7番車の吉村文隆、昨日は最後外強襲して勝ち星を挙げました。切れ目の4番手には短期、5番の高田が収まっています。ここはまずは先手ラインに乗ってという競争になってくるんでしょうか。そして後方6番車の一ノ瀬、この一ノ瀬今シリーズは非常に動けています。追っていくのが高橋に西田、九州勢が後ろからです。1、2、4にした。青番周回2センターから4コーナーカーブ、前で待つのが1番車の藤田。人気を集めたのは近畿勢、そして後方から九州勢が動いてまいりました。強いから今6番の一ノ瀬が後ろからゆっくりと抑えに行きます、ね、さあ残りは2周回、藤田車を下げて高田が切り替えての4番手。お前1強いからバントめくりしろよ。5番手に車を下げました。来るぞ。後ろから抑えたのが6番車の一ノ瀬匠、九州勢が主導権を握って1強いからね。これ5番の高田バントめくりしないと。番手そして1番手、あ早い早い、ほら来た。もう近畿勢が早く2センター、この辺りから縦に踏んで参りますでしょうか。さあ2番手、4番の高橋が車間を切ってアシストに入る。7番の吉村ちょっと口が開いてしまいました。3も強いから早くバンテムクリしてくれ。残りは1周回、さあ高橋がブロックを見せて1番の藤沢は苦しくなりました。あとは3番の奥谷が切り替えて4番手の外内には5番の高田です。逃げる6番の一ノ瀬、追走が4番手の高橋、うわ6買ってねえんだけど。そして3番手2番の西田アウトコースが3番の奥谷、奥谷もちょっと厳しくなりましたでしょうか。4コーナーを回ってくる。先頭は6番車の一ノ瀬、番手から4番の高橋抜け出したか。あもう完璧すぎだろ、なんだよこれ。7レース A 級の特選競争、勝負どころ、いい横のブロックがあって4番の高橋義明最終的には抜け出しましたでしょうか。いやもう完璧にリプレイでご覧いただきます。レースされて外れたわ。後方から1番の藤田巻き返していったんですが、ここを止めて4番の高橋義明、すがすがしいぐらいうまいなこれ。3番の奥谷は2番の西田に止められました。九州勢上位独占となりましたか。角度を変えたスローリプレイです。抜け出していって4番の高橋です。そして体勢2着逃げ粘って6番車の一ノ瀬、3着通過で2番。いやー42でも違う、46かこれ。買えねえよマジで、これは買えねえわ。てっきり番手まくりしたら普通に勝てたんですけどね、425で。はい、あざますって感じ。まあね、勝ちに行くんではなく番手を残しに行ったって。3番24、いやこれ来たら一発でバトルだ。イライラパスの方が面白くて好き。いや今のイライラ、今のはねもうイライラしてないです。あそこまで
もう完璧なレースされたらしょうがねえかなってなる。チャレンジの決勝戦は、あ、でも4番で最近強いからね。2が突っ張ってくれればチャンスですけど。エリアさんお疲れ様です。長谷川さんお疲れ様です。取るでしょう。で3が切った時に突っ張りで2が4がよし、出すでしょ。本当さん、14でしょうね。あれ、え、ごめん全然わかんねえ。なんで24なんだ俺。え、なんで全然わからん。そんな強い？てっきり1音とか売れてんのかなと思ったら全然違った。アパス21枚負け？どんまいってなった。負けすぎだろ。ミッドに21枚も使うか普通。そんな金あんのはそんなに。これが考えられないけどな、そんな1日で使って。2年前くらい使ってたね。それは競輪の関係の YouTube だからでしょ。みんなの前でやってるのとまた別の話ですよ。2年前ってか1年前な。配信始めて1年ぐらい、1年半だ。早いな、もう1年経った。いたします。5周回1682メートル。それでは今節チャレンジ戦のファイナリスト紹介していきます。1番岐阜小玉虎之助、2番石川有賀隆、3番千葉相田翔一、4番東京阿久津博之、5番滋賀中井治、6番東京広川貞治、7番大阪斉藤敦史。以上ご覧いただいた7名が今節チャレンジ戦のファイナリスト。このレース3分戦、カメラは7番の斉藤敦史を捉えております。得意の形に持ち込んでこの3分戦を制するか。勝てば今年初優勝、通算4回目の優勝です。7番の斉藤、そして1番児玉虎之助、6回目の決勝戦、初優勝を決めることができるでしょうか。123期ルーキーの児玉虎之助です。構えての号令がかかりました。その児玉とラインを組むのは2番の有賀隆。号砲が鳴って第7レース A 級チャレンジ決勝スタート。前乗り行った1番の児玉虎之助です。小玉の後ろは5番の中井治、内側からは3番の相田翔一、そして外4番の阿久津博之、後ろから2番の有賀隆、7番の斉藤敦史、最後方から6番の広川貞治。
中部勢前受けとなりそうです。1番の児玉虎之助、そして2番の有賀隆が車を上げて2番手、中部両者に続くのは3番地元千葉の相田翔一、この3人がラインを組んでおります。3分線唯一のライン3人、そして中段からは近畿勢7番の斉藤敦史、その後ろ5番の中井治が続き、後ろ詰めは東京コンビ4番の阿久津博之と最後方6番の広川貞治です。やべ、突っ張られてやばいなこれ。先頭誘導員の後ろは1番の児玉虎之助、シリーズリーダーの期待に応えて連勝を飾りました。いてほしい。デビュー後初優勝へ気は熟した1番児玉、番手戦1、2番の有賀隆、準決勝に続いて児玉とラインを組みます。項目標を得て9月前橋以来の優勝はなるか。ライン3番手は地元相田翔一です。地元を代表するベテランレーサーが本戦3番手から優勝を狙います。残り3周を通過して東京コンビが上昇していきます。中部勢を抑えていく格好か。4番の阿久津博之、2日間逃げ切りで連勝を飾っております。リードを決めている4番の阿久津、1番児玉の外にプレッシャーをかけていく並走状態、抑えていったが4番の阿久津、しかし6番の広川がちぎれて現在5番手から、あれ審議かかるぞ、あんまり内側あれやると。4番阿久津、あとは1番の児玉、後方からは7番の斉藤が叩いていく構えか。残り2周、6番通過して3人自力型、さあもがき合いになるか。4番の阿久津の外に7番の斉藤が続いて、さあここで7番の斉藤が出ました。続いて5番の中井、近畿勢両者ができて3番手には4番の阿久津、1番の児玉は現在4番手から、ここからまくれるかどうか。残り1周、7番の斉藤敦史先行体制、マークする5番の中井、3番手から4番の阿久津で1番の児玉まくっていくんですが、現在4番手から5番手のあたり連れて3番の間と上がっていく。前はずらっと並んでいる。あらあら、5番の中井が切り替えて、ここで前に踏んだ。3番の間が続き、3番手には2番の兄が、児玉は後方に沈んだ。直線は5番の中井、中井治が先頭合輪、3番の間と続いております。やばいな、これめっちゃつくでしょ。7レース A 級チャレンジ決勝戦ご覧いただきました。いや、ジャンから仕掛けていったのは斉藤選手でした。そうですね、はい、4がちょっとねめちゃくちゃ危なかったですね、途中のやつ。あれこけたら失格だからな、普通に4こけないからセーフなだけで、あれ本当はちょっと危ないもんね、ああいうの。770倍って書いてあるな、今んとこ。これどうやって買うん。原さんが番手、なんで自力でやんないんだろうな、これ。普通に強いのになんで他地区の自力につけるんだっていう。まあ、3はでも切り替えたおかげでさ2着来たよな。まあ1からしたら嫌だろうけど、まあでも千葉だからいいんですよ多分。920倍だったらめっちゃついてんじゃん。ああそっかそっか。
千葉だからいいんじゃないの。だってライン3番手だけど地元だから多分あれぐらいは許される範囲だろう。千葉だから73のラインが逃げるんじゃないかなと思うんだよね。2はまくりタイプなんでまくりでまあ展開によってはかましてくるけど、千葉の前でやろうとしたけど荒川に断られて土田が短期だから並んだみたいです。あ、そうなんだ。いや、それはね、若手ですからね。だから、荒川の前に菅原さんが入ろうとしたけど、断られたってことね。そしたら多分、思いっきり菅原さんが逃げただろうな。情報かなり有益で面白い。そうだ、助かりますよね、そういうの。そういう情報面白いですよね。展開はスタート早いとこ多いから誰が取ってもおかしくないな。だからこれ土田さん今めちゃくちゃ調子いいっすよね。めちゃくちゃ調子いい。溝口が多分これ一番にくっついた可能性あるんだよな。別の突っ張りある？いや、ないと思います。地区違うんで。優勝狙うんだったらマクリーでしょ。福井の内山啓太、4番岡山近藤優太、5番福井奥出健志郎、6番広島小谷文康、7番は岐阜村瀬大和、以上7名での対戦です。いよいよチャレンジの決勝戦です。123期が3選手、梶原、安田、内山勝ち上がってまいりました。4番の近藤今日は番手戦、そして7番車の村瀬は短期ですが非常に怖い存在です。発送いたします。さあ各選手ゆっくりと前傾姿勢。
号砲なって第8レースのスタート、注目の S 取りなんですが、安田、外からは7番の村瀬も伺ったんですが、ここは内から2番車の安田光介がスタートを取りました。2番手が7番車の村瀬、3番手に4番の近藤が入っています。そして1番車の梶原海人がいて、3番の内山、さらには6番車の小谷、最後方は距離があって5番の奥出健志郎という序盤戦です。先頭は1周回目、2センターから4コーナーに向かいます。まずは前、2番の安田光介がスタートを取りました。連日スタートを取っている2番車の安田、このメンバーの中で唯一完全優勝に大手がかかるのはこの選手です。そしてここに前を任せたのが4番の近藤優太、今日は番手戦きっちりものにしたいところ。ライン3番手を固めていって6番車の小谷、前回の佐世保は準優勝です。そしてこの後ろから7番の村瀬、1番の梶原と短期勢が中段に収まりました。あとは後方からゆっくりと福井連携上昇開始、3番の内山上がってまいりました。追走は三度続けて5番の奥手健志郎です。前では2番車の安田が誘導員と車間を切りました。さあ安田がこの内山の上昇に待ったをかけますでしょうか。外からは3番の内山上がっていくんですが、内から突っ張っていく2番車の安田、さあ安田が突っ張っていって、ここは福井勢を出させません。4番手には7番の村瀬がいて、この後ろに1番車の梶原です。さあ体勢立て直すか、3番の内山啓太、内山現在は5番手のアウトキン、さあもう一度縦に踏んでまいりました。3番の内山、さあ5番の奥でもここは続いてまいりますが、前ではペース上げて2番車の安田と内山、この両者のもがき合いなんですが、ここで4番の近藤が横さばきに行くか。そして最後方には1番車の梶原です。飛ばす2番の安田が突っ張ってくるか。そして2番手には4番の近藤優太、後後ろから溜めての一発、1番の梶原が短期で飛んでまいりました。このスピードがいい、3番手2番手まで襲いかかってまいる。さあ前ではこらえていって2番の安田光介で4コーナーを待ってくる。外から一気に1番の梶原先頭に変わって五輪、8レース A 級チャレンジの決勝戦、当たった、勝負どころ後ろから一気に仕掛けてまいりました。1番車の梶原海人が短期一発やりましたでしょうか。それではこのレースリプレイでご覧いただきましょう。ちょっと待って、予想が安田と内山組合員になりました。突っ張り切った安田光介なんですが、最終的には突っ張りまして1番車の梶原海人が伸びてまいりました。6点、角度を変えたスローリプレイです。1番の梶原の V ゴールとなりましたでしょうか。あとは体勢の着で2番の安田、3着通過は4番の近藤かと思われます。審判からの正式な決定をお待ちください。第8レースでした。ちょっと取り返した、はい、よし、ちょっと取り返したっすね。19倍です。プラス2万なんで、マイナス4900円までは、大体マイナス4000くらいまでですかね。払い戻しが24,830円。プラス28,300円です。マイナス4,100円。あ、なんとか戦えてるって感じ。
スーパーパスなくなった、いやあるんですけどね、最近ね出してないです。責任感じちゃってさ、スーパーパスってやると当てないといけないという責任感が出てくるから、ちょっとあんま出せない。4が余してくれば2って感じか。継承さんがね7000先スパチャ来たんで、ここちょっと1万7000使います。ちょっと今日スパチャいただいたんですよ、めっちゃ。2つでちょっと決勝に使わせていただきます。いや1万5000にしようかな。ちょっとこれはむずいな。が引けば、でもどうなんだろう、これ37とか面白そうやな。37とかめっちゃおもろいな。これホテル泊まるんですけど、間違えて友達の前でアパスホテルとか行っちゃいました。普段から競輪見てるからかな。もう頭の中に入っちゃってんじゃないですか、俺の名前が。1番神奈川菅原ダイヤ、2番秋田佐々木義則、3番千葉佐藤誠司、4番宮城山崎正幸、5番茨城土田武史、6番三重溝口葵、7番千葉荒川仁志。以上のメンバーで第8レース A 級の決勝戦が争われます。予選準決勝を連勝で勝ち進んできたのは7番荒川仁志、地元での完全優勝を目指します。発送いたします。5番の土田武史、番手に菅原という強力な援護、自力を発揮して優勝を狙います。号砲鳴って第8レースがスタートしました。まずは3番の佐藤が誘導をめがけて上がっていきます。2番手4番の山崎、3番手1番の菅原、少し車間が空いた4番手2番の佐々木、あとは5番の土田、6番の溝口、最後尾から7番の荒川です。初回の2センターカーブ、3番の佐藤誠司が前を取りました。外から徐々に7番の荒川仁志が上昇していきます。7番3番地元コンビが前からとなりそうです。中段3番手2番の佐々木義則、
マークする4番の山崎正幸の東北コンビ、そして後方5番の土田武に番手1番の菅原大也がつける2社のライン、6番の溝口葵は最後方短期です。2周目の3コーナーカーブ、7番の荒川仁の正後方です。メンバーで唯一連勝での勝ち上がりを決めています7番の荒川、マークするのは冒険3番の佐藤誠二です。中段は2番の佐々木義則に番手4番の山崎正幸、初日特選でもこの2人は連携しています。やべ、突っ張るとこれ、そして後方から5番の土田武、徐々に上昇していきます。7番の荒川は誘導と車間を切って対応、しかし5番の土田がまずは抑えます。2番手1番の菅原、7番の荒川中段に構えました。そして短期6番の溝口が先頭に今度は変わります。はい、ラッキーラッキーラッキー超ラッキー。赤番通過で6番の溝口が先頭。超助かるこれ。やはりここも先行勝負挑んでくるか。2番手5番の土田、ここから巻き返していく。ジャンを前に5番の土田が巻き返した。6番の溝口は2番手、そして1番の菅原がかわして2番手変わるか。6番の溝口3番手に変わっています。5番の土田の先行策、いやでも7来てる、やばい。そして3番手にはまった6番の溝口、4番手からまくり発進だ。7番の、いや番手まくりすんな、番手まくりすんな、3番手まで上がってくる。残してくれ、田辺、2番手1番の菅原、残してください。混戦模様だ、内から4番の山崎も上がってくる。危ない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 、4コーナーから直線、あこれ審議だ。1番の菅原先頭に変わった、菅原先頭だ、ゴールイン。2着2番の佐々木、3着争い接戦。審議だね。8レース A 級決勝戦ご覧いただきました。なんか5が3着残ってないかも。5番土田選手がやはり先行していきましたね。早めの仕掛けとなっていったようです。そうですね、短期溝口選手も仕掛けていったのでハマるかなと思ったら、はい、いきましたね。そうですね、そして一番菅原選手がその位置を生かしてといったところでしたけど、外から佐々木選手も伸びてきましたね。3着が5で、3着5で、しかも1がセーフじゃないと当たらないっていうね、はい、ゴール前数かなり厳しいね。俺これ1着は1番、そして2着2番、3着が土田選手か荒川選手か、うわ、あ5だ、うん、5じゃね、あれ5でしょ、5番だとある、5番がありますが、ちょっと行き過ぎちゃった。これね、これ7に見えるんですけど、手前5ですよね。ずんと行ったので5ですよね、3着。でもこれ1が審議で失格になる可能性超高いですね。これただいまのレースは審議いたします。ただいまのレースは審議いたします。審判放送入りました。8レースは審議になります。ゴール体制は1番、はい、2番、1番2番、3着は接戦でしたね。5番7番といったところでしたけれども、うん、はい、審議となりますので、審議対象選手などはしばらくお待ちください。うん、早めからの、ね、展開になったので、はい、ちょっとドキドキしましたけど、4もさ、水口選手もやっぱり短期で内側突っ込んできてるってのあるんだけどな、果敢に行きましたね。そうですね、そうでしたね。で1回ちょっと番手に入ってっていう方、3番手の降りてとか思ったんですけれども、3着か5っぽいけど、やっぱり自力選手っていう感じですかね、はい、って感じで、まあ、あと土田選手もね、はまらずすかさずでしたからね。失格だと、そうでしたね、そのあたり積極的な動きをした土田選手の番手から土田選手でした。なんだか、お知らせします。ただいまより第4コーナー付近の事象について審議いたします。かな、審議対象選手は1番、4番、4も入ってる、5番です。ああ、じゃあいい、じゃあいい、じゃあこれ決定は、あの正義の確率上がるんですよ、あのヤヒコみたいな感じで。審判放送入りました。何者でしょう、しかも先ほどのレース1着到達の1番選手、審議対象選手が、失礼いたしました、審議対象選手4コーナー付近の事象について1番4番5番選手となりましたので、3者なんでこう3人が審議の結果はしばらくお待ちください。パターンもありますから ね、 ね、審議対象になっている可能性がありますので、はい、ちょっと待ちましょうかね。はい、はい、ちなみにこれ失格だと2、5、7、そういう向きになっておりました。そうですね、はい、あと10万超えますけどね、上がってますね。4コーナーのところでちょっと接触があったようですもんね。うん、各選手がね、やっぱり決勝戦ということもあって追い込みを見せてましたからね。すごかったですね。最後本当に佐々木選手も6番手から、うん、お知らせします。ただいまのレースは4番および1着到達の1番
3着到達の5番について審議を行っています。あ、5番3着なんだ。審議の結果と決定は、じゃあ3着5ですね。しばらくお待ちください。はい、これは審判放送をお聞きいただきました。1,2,5 ですか。選手1着到達の1番選手、3着到達の5番選手、そして4番選手が4コーナーについ、4コーナーの受賞について審議対象となっております。結果と決定につきましては、ね、もうしばらくお待ちください。はい、このまま決まれば、そうなんですよ、 CS チーム逆転かというところもありますけれども、決め打ちの3連単が、そうなんですよね。ただちょっとね、まだ審議中で、そうですね、1着の選手、3着の選手が対象ということですので、はい、ドキドキして待ちたいと思います。はい、はい、3社が審議対象となっておりますので、少しお時間かかるかと思いますが、このパターンしばらくお待ちください。どうかな。でもね、皆さん仕掛け合いのレースでしたね。そうですよね、はい、見応え抜群で、ね、やっぱり自力で自ら動きたいっていうタイプの選手がいるレースで、しっかり動いていくっていうのを見せてくれましたよね。はい、ね、あとゴール前の追い込みの足といいますか、やっぱり自力選手ならではの鋭い縦足っていうのもありましたね、うん、そうですね、はい、あとは土田選手が番手から菅原選手が出るような展開でも、いや、3着は5です。3着はもう5番の対象、はい、3着の5番って言ってたので、接戦でしたけれども、どうやらゴール前勝負は3着は土田選手だったということですので、はい、もうこれは審判が言ってました。審議の結果を待ちたいと思います。でも審議だけど、はい、皆さんもみんなドキドキしているかと思いますが、お時間いただいておりますが、もうしばらくお待ちください。8レース A 級決勝戦が行われました。土田選手の先行策、積極的な仕掛けから菅原選手がゴール前伸びていきましたけれども、審議対象に上がっております。4コーナーの受賞について、1着到達の1番選手、3着到達の 5番選手、そして4番選手が審議対象になっています。結果と決定は今しばらくお待ちください。はい、そしてこの後は7レース A 級チャレンジ決勝戦を制しました向井治選手の優勝インタビューなどもお届けできるかと思いますので、ぜひ皆様お楽しみにお待ちください。向井選手もね、おそらく久々の優勝のようですので、うん、どんなお話聞けるのか楽しみですよね。そうですね、本当に、ね、初日同様の斉藤選手との連携だったというところのね、また斉藤選手が今日仕掛けてくれたっていうところはかなり大きいですかね。なんか俺このパターンで外すこと多いよね。いけるっていう勇気といいますか、ご自身の仕掛けっていうのも素晴らしいですよね。ね、そしてまくっていってゴール前も押し切ってっていうね、強いレースでしたからね。5番が失格ってパターンもあるから、自ら出ていくっていうのがあるっていうのがまたかっこいいですよね。そうですね、7月に後半されてっていうところでの初優勝を決めてますけれども、やっぱり A 級1、2半戦で戦っているというところの努力もありますかね。はい、来た。さあどっちだ、頼む頼む。1着で到達してくれたよ。お待たせしました。審議の結果をお知らせします。1着で取れたよ。1番、あ、しし、4番および5番選手の走行を審議しましたが、失格とはなりません。第8回東京伝説工業杯 A 級決勝決定。1着1番菅原ダイヤ、2着2番佐々木よしのり、3着5番土田たけし、なお3着は写真を参考に判定しました。よしよしよし。松戸競輪8レースの払い戻し金額をお知らせいたします。向こう町行きますか。茶番連勝複式1番2番800、はい、3400円の払い戻しでした。でこれプラス3万8000円です。ちょっと向こう待ち行きます。よいしょ。号砲鳴って第9レースのスタート。まずはスタート宇根木と今藤行きますが、ここは内から1番車の宇根木悟がスタートを取りました。2番手が2番の今藤です。3番手には3番の栗山俊介、5番の高津浩二、あとは後方6番車の太田がいて、4番の竹澤が上昇、そしてしんがりが7番の福田要という序盤戦です。
先頭は1周回目バックストレッチから3コーナーに向かいます。最内から1番のうねきが自らスタートを取りました。得点上位はこの選手なんですが、1番車のうねき、今シリーズはまだ勝ち星がありません。最終日は白星で締めくくることができるかどうか。追っていくのが5番の高津浩二で、岡山勢が先頭2番手です。3番手に収まったのは4番車の竹澤、これめっちゃつくんですよ。2番車の今払い星13万ぐらいいくんで、これ準決勝戦と2日間ワンツーが決まっています。12万ぐらいライン3番手を固めていくのが6番の大田武史で、中部勢が中段です。これで短期の2人が後方となりました。3番の栗山に7番車の福田、一発の魅力を秘める両者。まずはこの体型ですと、この2人どちらかが動いてくるんでしょうか。青番周回の2センターから4コーナーに向かいます。1番のうねきがスタートを取って前で待ち構えます。そのうねきが誘導と少し車間を切って2度3度後ろを振り返りました。ただ3番手で4番の竹澤も今のところはアクションがありません。竹澤3番手で車間を切って後ろを振り返って、短期勢の動向を警戒しているか。さあ短期栗山、そして福田に動きがなく、栗山がちょっと打ちに行くような素振り。さあ栗山がどうでしょう、ここは今年のところで粘りますか。粘るっていうか前に行きたいんでしょう。揺さぶりかけて7番車の福田が最後方を嫌って上がってまいりました。なんとここは4が打ち開けないから、これ3いけないんですよ。粘るような感じ。さあ前では1番のうねきも流しています。3番手に収まって7番車の福田から目、結局竹澤の後ろは今藤が、まあ、ちょっと3はもうね難しいですね。残りは1周回前でペース上げて1番のうねきがここは最終主導権となってくる。そして3番手から先に7番車の福田、さあ短期で7番の福田が縦に踏んでくる。5番の高津の横をすり抜けるか。さあただ前では1番のうねきもこらえて、あとはまくってきて4番の竹澤上がってまいりました。コーナーを回ってくる。さあここでまくり切って4番の竹澤浩二だ。4-1でしょ。9レース A 級の決勝戦。いやちょっと見せ場がなかったな今回。最終的にはまくりに構えてまくり切ったか4番の竹澤浩二でしょうか。それではこのレースリプレイでご覧いただきましょう。中段に竹澤が入ったことによって動きがなかなかない競争になりました。結局前から1番のうねきがかけて、最終的にはまくって4番の竹澤届いた模様。角度を変えたスローリプレイご覧いただきましょう。4番竹澤に2着続いて2番の今藤、あとは3着通過なんですけれども、ここはどうでしょう。1番車のうねきが残っているかというゴール前です。審判からの決定放送をお待ちください。第9レースでした。第9レース A 級の決勝戦をご覧いただきました。竹澤選手がまくる展開の、ちょっと微妙だな。これは強いな、4が強かった、はい、プラス17,490円で終わります。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。9時はね多分12時ぐらいじゃない。明日のミッドでまた引こう。あ、もしよかったらウィンチケット新規会員登録していただけますと1000ポイントもらえます。でその1000ポイントを使い切ると1000円から5000円が当たるくじが引けて、レースに的中させると500円がもらえるという、チャージなしで2500円もらえるというキャンペーンやってますので、ぜひね招待コードを入力して登録してみてください。お疲れ様でした。ありがとうございます。今日はそうですね、29万買ったから31万勝ちぐらいですね。あ、競馬で2万負けたわ。86トリノさん、800円。ありがとうございます。800円いただきました。
お疲れ様でしたということで、ありがとうございます。おやすみ。じゃあね、また明日やります。ありがとうございました。じゃあね、あ、ロビン K さんもね、スパチありがとうございます。